車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は重症患者の祭典オートサロンの会場からボンドショップ東京から出店している車を紹介したいと思います。 あとボンドショップ浦和の車も紹介します。さあ、というわけで、はい、今回ご紹介させていただくボンドショップ東京店長、内山店長です。はい、内山です。よろしくお願いします。東京店からは今回、はい、こちらですね、とんでもない MGGT、はい、とんでもない MGGT ブラックシリーズ、はい、ブラックシリーズっていうだけでもかなり台数少ないですから ね、 そうだよね、はい、でそんな中でも、はい、めちゃくちゃ希少なこちらの車、はい、日本に7台しかないという。7台しかありません。やば、はい、なんかハイパーカー買った人しか、そうですね、ワンを買った人だけが買える MGGT のブラックシリーズになってます。でそんな車を当然うちのブースに飾ってますから、はい、もうやっちゃいますよね。というわけでご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずこのカラーリングが特別、はい、そうですね、 AMG1 と同じボディカラーカラーリングになってますね。あ、そうなんだ、はい、シルバーから黒になるグラデーションのボディカラー。そうなんだよ、これ今後ろから撮ってるから、はい、まあ、真っ黒で見えるけど、はい、これなんとこうグーグーっと前に行くと前はシルバー、そうですね、はい、もうグラデーションになってマンソリーがよくやる、こう前後で色違いみたいな、はい、でしかもそのグラデーションも自然に消えていくだけじゃなくって、はい、全部このベンズのスターマークがグラデーションで入ってる、ね、はい、なってます。だからこれもちっちゃいのからだんだん大きくなってまたちっちゃくなるっていう。あ、ちっちゃくなってきてるんだ。なってます、後ろの方では。でしかもそれが2色入ってる、はい、でしかもこれがステッカーだけど、そうですね、ただちゃんとボディからクリアで閉じてあるので、まあこうやって剥がれることはありません。閉じてあるから、はい、こうなんかお手軽でやってあるわけじゃない、はい、事故ったら終わりですよこれ直せないよね。でも直せないですね、これはもう本国に送るしかないと思います。そして、はい、もちろんベースはブラックシリーズですから、はい、とんでもな造形になって、はい、前長いですね。長いね、はい、ボンネットがとにかく長いです。かっこいいですね。でそれにこのバカでかいやろと、はい、このウイングだよ。だってそうですね、まあ、やっぱブラックシリーズといえばこういう大きいウイングだったりとか、このちょっとレーシーな佇まいがかっこいいですよね。あの GT3RS のウイングがでかいでかい最近言われたけど、はい、いやこれもでかい。もう相当、ね、これもでかいですね。これ大変なことになって、はい、こんな感じ、はい、でしかもこれ固定じゃないんだよね。あの一応可変で下のウイングは3段階あって、まあ、一番下になってますけど、ここはあの電動でプラッパカッと開くんで、はい、この辺でダウンフォース行動走る車じゃないじゃん。もうじゃないっすね、これはね、こんな感じの車、はい、でそれになんと、はい、これローダウンもしたの。ローダウンしました。ローダウンとタイヤホイール交換されてます、はい、なんか純正の車庫調でも下げられるんですけど、あ、そうなんだ、全下げをしてもあとちょっと欲しい、あと1センチ下げられたらいいのになっていう状態だったんで、スプリング変えました。マジで、はい、あんの。あるんです。そうなんだ、はい、内緒ですけど。というわけで、はい、しっかりローダウンもして、はい、ホイールじゃあ紹介してもらっていいですか、はい、ホイールはですね、今回あの MV4 自動 PS30FR、 ちょっと名前がね長いんですけれども、エアロディスクが、まあ、特徴的な、もう本当だからエアロディスクの進化系みたいなデザインになってまして、ターボウィンドウっていうのがついてるので、これ全部こうダクトがついてます。あ、そこ何抜けてんの。抜けてます、ここに。ほら、あ、分からない。ちょっと後で入れておきます。後で入れておいてください。ターボウィンドウはこれはディレクショナルなんですけども、うん、ディレクショナルじゃないデザインも選べるんで、そこがこう傾いてないやつも。そうです、そうです。今回は回転方向があるターボウィンドウにしましたけど、その左右対称のターボウィンドウにすることもできるんで、向こう側は反対側に傾いてるわけ。はい、そうです、そうです。え、これは2ピース？3ピースです。あ、これは3ピースなんだ、はい、だからリムがあってディスクがあって、ディスクがあってでインナーもある、はい、ただまあその、まあ、3ピースなんですけども、アウターリムとディスクを同じフィニッシュにして、ちょっとモノブロックっぽい雰囲気に仕上げてます。これやばいね。これやばいですね。これがセマで出た新作ということで、はい、こんな特別な車に新作のホイールを、はい、早速履いてると、はい、でこのフロントからの、はい、後ろがこちらがMV30 です。これもすごいことになってるけど、まあこれはでもあの従来からあるデザインだったんですけれども、まあ、このデザインの派生したというか進化系がフロントにつけてるエアロディスクのような、なのでデザインのベースは一緒です。一番旬な履き方。そうですね、セマでもたくさんいたんでしょ。そうですね、いましたね。結構フロントにちょっとエアロディスクのようなものを履いて、後ろは普通の3ピースを履くの結構あったので、今回それをちょっとこう取り入れて、ちょっと手伝ってあげます。純正で前後1インチずつ違うですね。で後ろはもう
13.5J なんで。そんな太いんですか、はい、タイヤは355-25-21を履いてます。アベンタドール。アベンタドール。すげえ、めちゃくちゃ太いし、はい、リムがこの勢いでついてる、ね、はい、この車もともとサイドスカートにもペトロナスグリーンが入っていて、確かに。で、本当は純正ホイールの天面がペトロナスグリーンになったんで、まあ、それでバランス取れてたんですけど、今回ホイールを変えるんでペトロナスグリーンがサイドだけになっちゃうので、ちょっとホイールにもポイントで入れたくて、すごく分かりづらいんですけど、このセンターキャップのベースの台座の部分だけ、はい、取れた、ペトロナスグリーンに入れて、まあ、はい、ホイールはなくならないように。これ果たして何人が気がついたのか。そうですね、多分これはもうほぼ僕の自己満で終わっちゃうんじゃないかっていうけど、まあ元々入ってたペトロナスグリーンをなくさないように、はい、そうですね、まあ、一部やっぱりポイントで残したかったので、センターキャップに残してると、はい、まあ、本当はロゴ入れようかもちょっと悩んだんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろ諸事情があるので。なるほど、はい、こんな感じで仕上がってると。じゃあこういう特殊な車両も内山店長に任せ、はい、お任せください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ続いてはこちらの F8 スパイダー紹介します。紹介してくれるのはカスタム担当したカラデン店長の高橋店長です。お願いします、はい、お願いします。高橋君、この F8 スパイダーについて教えてください、はいはい、マンソリーのソフトキット、基本的にバンパーとかは純正のままパーツを取り付けていくような形でカスタムしてます。さあというわけで3日間終了いたしました。今ホタルの光が流れてるんですけども、たくさんのお立ち寄りいただいた皆様、お声かけいただいた皆様、本当にありがとうございました。3日間あっという間だったかなっていう感じです。本当に今回は本当に来場者が主催発表で 20% アップ 30% アップぐらいでかなり多かったんで、まあたくさんの人にボンドのカスタマイズした車を見ていただけたかなと思います。というわけで今年1年これから頑張りたいと思います。そしてですね、搬出の様子もちょっと今回はトラックのドライバーで車1台持っていかなくちゃいけないので最後までお届けできないんですけども、できる限り搬出の様子もお届けしたいと思います。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。はい、どうでしたか社長は。まあでもね、来場者も昨年会議で3割アップぐらいです、はい、まあ、海外の方もしっかり来られてよかったのかな、全体的にはよかったのかな。あとまあね、出す車もしっかり出したと思って